なればいい。 静か千年桜。会いたい、あの方、思い出せない、誰か私を。どんな理由でそうなっちまったのか知らねえが、そんな邪気、あんたみたいなべっぴんさんには似合わねえよ。待ってな、すぐ楽にしてやる。徳川義虎 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。司令部、司令部、司令部、してないぜ。許せぬ、この世がそなたが憎い。Let's go.
切れみたい。来るな。とは。本気出せ。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。ああ、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。無事に静か御前の浄化昇天を見届け、江戸への帰路につく義虎。日の元を覆い尽くしていた邪気は薄れ、今や空は元の色を取り戻している。浄化の影響であろうか、鬱屈した邪気からの解放を喜ぶように、辺り一面には見事な桜が咲き乱れていた。後日、恋人たちを招いた義虎はとある座敷にて談笑していた。ふとした拍子に彼女たちの口から各地での出来事について噂話がこぼれる。町での暴動、貧困で苦しむ村、民は未だ苦しみ、邪気の禍根はくすぶり続けていた。物憂げな義虎を気遣うように、彼女たちは次の旅先を訪ねた。義虎はかつて友と交わした言葉、この国を良き国へと導くという誓いを改めて思う。己もまた徳川の名を背負う者、たとえ困難な道程であろうと歩みを止める気はさらさらない。月が映り込んだ杯を傾けながら、海の向こうへ渡るのも一興かと義虎は一人つぶやくのであった。